うまくおとりが引っかかったね。そして今一部隊倒されそうだけども、こればかりは仕方がないか。ここ全部で宇治区に狙う。成田海が危ない。うまく信子がおとりをやってくれている。奮闘を使うか、激励、攻撃力を上げる。成田海は仕方がないか。これはここで部隊数減らすのは厳しいものがあるけど、これちゃんと当たってるかな。ここは問題なく信子も遠くまで逃げている。あ、違った、山形正景じゃないわこっちだ。あれ、倒す敵間違えてるぞ。いつの間にか身代わりの術になってた。追いつけないか。倒したと思ったんだけど、だがそこを控えているのは織田信子なんだが、他の部隊が倒される前に信子よ、奇襲。そして123、危なかった。これで部隊数さらに減らされたら、もうツツジが先やかったら取れない可能性もあったんで、これは助かった。終わりですね。そして戦意がなぜか高いんだよね。何度も倒してるはずなんだけど、あれ 3466? 諏訪姫がここで仲間になってくれればと思ったけど、ちゃんと解放してあげましょう。武田信繁がここで初段。ありがとう。でここ残り日数はあと2日。場外決戦ももうできないんで、ここは問題なく落とすことができてます。信豊はどうでもよい。このようなところで、そしてここで即座に中之条行きたいけれども、耐久がそれなりにあるから一旦返しましょう。この一つ取るのにもすごい苦労している。で継続戦年数結構いってるから、一旦交渉かな。で佐竹が来る可能性もあるんで、その抑えのためにもね。危ない、危なかった。ここは徳川が長宗我部包囲網を敷いた。我々も参加させてくれればね、いいんだけどね。そうすれば周囲のね関係が良くなる。さてここら辺内政やっていきましょう。だんだんと流民が多い拠点が増えてきたように思うので、この辺り内政もはかどってる。そして開発、だんだんと厳しいところに行くので、準建所建てたいんだけれども、あまり遠くまでは届かないんでね。ここら辺高遠まで届かせたいんだけど、でここはこれ上野なのか上野なのか、この場所読み方わからないけど、多分ここが中野だから上野だと思うんだけどね、読み方ね。こっち側の上野とはまた違うようなね読み方かなと思います。さてじゃあ貯水池など作っていきましょう。ここでいい直虎の忠誠がなぜか下がってますね。ああ、誰か関係者切ったからかな。これは忠誠家臣となれども一門の敵は忘れぬということで、感情を与えていきましょう。たくさんあるんでね、もう全部マックスまで上げてしまいます。ではこの状況を見ていきましょう。佐竹か長野家、いや佐竹は蒲生行ったのでこちら側は大丈夫で、北条は織田に攻められてますね。だが最後のここ拠点下田城取ってあるので、それによって最後一つの城は我々が取れそう。ああ、これは斎藤道さんが、さすがに取るか。中之条まで来てくれるかどうかの問題も出てきたね。来てくれればあとは下田行くだけで終わるんだけれども、だがそうこう言ってたら徳川が下田城行きそうで怖い。ここで黒田家が長宗我部によって滅ぼされた。これ長宗我部どこ行ってるんだ。もう九州上陸をしている。でもパッと見そこまで大きな勢力には見えないんだよね。結構至る所で拮抗してるかのような状況。なぜか大雪が千葉県南部に引っかかってる。今ここ斎藤道さんが北条の拠点取りましたね。そして上杉謙信は上杉対上杉やってるんで、当面やってくる気配なし。あとは中之条と下田城のみ。まだか戦線は。この段階であと何ヶ月でできるかってのは分かればいいんだけどね。残念ながらそれは分からず。そして再び戦線できるようになりましたので、これ最後の戦いやっていきましょう。人間50年。今が義元は向こうの仲間。中之条行ってから下田城行きましょう。一気に終わらせたいので、もう4万ほど持っていく。さていよいよだな。戦意上昇。そして何も対面をやってなかったので使っていきましょう。けど使えるものがなかった。厳しいか。9000。ここの戦う場所、上限1万8000だから多分外で割ると思う。ああびっくりした。ここで表情。では対面使っていきましょう。どれを使えばいいか。うつけの天下だといろんなことが効果プラスに働くと思うから、これ使いたいんだけれども、対面ポイントが使ってしまうとまた次貯めるの大変そうなんで。だがこれ180であれば6ヶ月か。使っておこうか。多分商業関連でもプラスのメリットあるはずなので。見つけの天下、金銭収入が増える、成長が早くなる、また何かの購入時の価格が下がる。他は大名自らが出陣すると舞台の士気が上がる。少ない兵数で決戦すると、これはちょっと今今回は関係ないかな。行軍速度が上がるもあるんで、これが良いでしょう。でここはもう勝ちは揺るぎない。いやー楽ができそうだ。さて大砲を所有している。強行で大砲、まあどこでもいいけど、この櫓あるところ、ここのんびりと見ていきましょう。早くも突破している。ここを多分大砲効果で、いや外してるな。大砲によって設備を破壊しました。今ここにあったのがなくなりましたね。で大砲、ここに大砲がある。この段階で交渉か。ここで10日間無駄にするか、それとも一気にいってしまうか。無駄にはしたくないけど交渉やらない。このままいきましょう。敵も800しかいないので、強行やってるよね。800しかいないので、まあこれやったとしても、次がちょっと厳しいのかな。敵あれこれ強行やってるよね。なんかこれダメージ与えてないんだけど、これなんでだ。あ、違うか。なんか今混乱してたのかな。で今800に下がるので、で次の上限兵数、次の場所800なんだけど、まあ、下がった状態で次移動するから、あとは一気にいけると思う。で周りからやってくる気配もない。問題なさそうです。引き続き見ていきましょう。これで次突破したけれども、それでも敵意識が高いからかあまり大きくダメージ与えられてないように思う。さらに最後突破3層天守のところに到着100ポイントずつダメージ与えている。この月に終わるかな。終わった。中之条を取り終え、さてここは間違えないようにしないと。望月、千代目、大梅院、ここら辺は解放、他は初段。深くを取ったわ。いよいよ最後。そしてそれによって大量に女性武将が手に入るはず。下田行きましょう。ここの上限兵数はどうなってるか確認しましょうか、後で。でまだ夏なので多分この3ヶ月で落とせると思う。で秋になったらまたよそから攻めてくる可能性があるから、そこでの体制は整えられると思う。今が吉本犬以上誰か取ってくれればと思うんだけどね。そうすれば即座に、ここ駿府館かな、じゃあ神原城、ここ取りに行けるんだけれども、では見ていきましょう。おっとちょっと待ってくれよ。今手前側に出てきたので、これ下手すると狭い場所で戦う羽目になるそうだけど、我らに勝ち目はありませぬ。我らに勝ちはありませぬ。この多分準検事所効果プラス44レベル、多分この辺り影響してるんでしょう。今把握するの遅れたの痛かったな。そうすれば気づいてれば別角度から移動というね、直前によその対名が入ったことによってスペースを押すタイミングがね、どこで押せばいいかが分からなかったんでね。今ねいきなり最後の戦いが辛い戦いになっている。そしてここで勝てないとまたやり直しになるんでね、それが辛い。服部は成田海、だが敵対象こっち側と考えれば誰か一人を向こう側に突っ込ませて、それ以外でおとりあれだな、本田小松全員で突っ込ませて、もう一人はおとりで真ん中突っ込んでこの辺り誘ってもらうというような戦い方をやりましょう。行きましょう。とはいえ最後北条氏政なんでね、これね。始めましょう。なのでその辺り考えれば小田原評定で終わってほしいみたいなところがある。氏康でないってところがポイントだよね。敵の居所が分かりました。氏綱がここにいる。だからもうちょっと突っ込んでいきたい。敵奇襲、目の前来たのはここ見つけた。本田小松が行かないとおとり挑発は誰だ。真ん中、しゃあないしゃあない、こればかりはしゃあない。あとこれ突っ込ませるか、のろし台壊すために引っかかったね。で一方ここのおとり挑発が引っかかるんであれば、こっちもおとり挑発使ってしまいたい。引っかかりそうなのでおとり挑発ここで使います。恐れるな。あれ引っかかってない。おとり挑発が嘘、引っかかってないぞこれちょっと待ってくれよ。いいタイミングでいけたかなとか考えたけど、じゃあこの真田圭さんがうまく敵を、敵の居所が分かりました。敵の頭は抑えた。届いてないんでね、お互い。こっち側に逃すわけにはいかないけど逃れてしまった。囲えたかな、囲えてない。これ逃れそう。一応強撃やってんだけど、こっち側の真田圭がかなり今ダメージ食らってるような状況。また自らも良くないね。そうは言っても突っ込まざるを得ない。63、62。こっち側の技は誰か使えればいいんだけど、壊滅は仕方がない。64。奇襲やってきた。抜けられるか、まだ命令不可。あ、厳しいかもしんないな。粉塵で速度アップ。44、あと1回的にダメージ与えられれば8ポイントしか与えてない。247、そして0。まさかの最後の最後で北条氏政が、いやいや表情なんかやってる場合じゃないってことでね、前に出てきて潔く散ってくれた。さてもうどうでもいいねこの辺りはね。元武田家の武将終わらせてしまいましょう。準検所の効果とここが6400上限だったのでかなり辛い戦いだった。さて下田取りついて兵糧あとわずかということで、水攻めでお金使うか。53日20日早くなるんで使っときましょう。これはないよこれなんでこれ関東の方に台風が15箇所。それでも被害を抑えられてるのは豊作効果と他にも多分貯水池とかあと治水による回避とかもありますね。うん、治水上げた方がいいのかな、たくさん。あまりねやってこなかったけど、でそろそろ今武将が年数重ねたことによって古参になっていったので、この方向も上げていかないとね。今までは新参だったのでここを上げればポイント多くもらえたんだけれども、だんだんともらえるポイントが限られてきた。では最後島田城。おっとここで織田信長が出てきたね。突然天下不遇の効果を全て強化。多分もう攻めてくることはないと思うのでこのまま。そして水攻めが完了すればもうこれによって敵は打って出ることもできない。でそうなるならばこの段階で部隊一部返すってのはどうなんだろうな。部分騎乗誰か一人だけ残して帰ってしまえばいいような気がする。では誰か返しましょうか。兵数多い部隊返していい直虎を残す。これで兵糧の消費を減らすことができるはず。城外打って出れないからね。その辺りを考えるんであればこういう戦い方もありなんじゃなかろうか。では様子見ていきましょう。まあ、これでもしかしたら今川がやってくるとかあったらダメなんだけれども、そんなこともなさそう。そして日数が0になっている。兵糧攻めで落としました。長かった。ここまでが長かった。これで女性武将大量に手に入るぞ。武田の武将もここにいるんで、ここ人物で相当できればいいんだけど、それがないから一個一個見ていかないといけない。ここら辺の面々いい直政もね向こう側にいましたけど、どうだどうだ。この大量の武将からね女性のみを探していく。三条の方、菊姫、増州院、松姫。でも架空姫が生まれてないなこれ。どうも長久だと生まれにくいみたいなところがねあるようなことを聞いたことはあるんだけれども、実際どうかはわからない。だけど実際出てきてないからねこれね。いないかな。いないね。もうこれで何名だったかな今。まあいいや、とりあえず後で確認しましょうか。初段念のため再確認しておきます。いませんので全部初段します。今間違えて解放しそうになったけど、北条早雲はじめ北条家、武田家、そして井伊家の追放された面々、これらが初段となりました。いや信虎、あんたも撃たれてるはずなんだけど。井伊直孝は確か別の場所にいるんだよね、佐竹にね。なんか随分今の人3人ぐらい撃たれててかわいそうだね。これによってまた新たな展開が生まれます。見てみましょうか。武将、まず勢力で今まで5名だったのが12名、7名増えてます。ちなみに全体の拠点数は我々まだ3位なので、包囲網される心配もないので、さらに領土を広げていこうかと思いますが。そして武将、ここら辺も忠誠低いのは仕方がない。大馬院、統率が64、菊姫70、三条の方68、ここら辺は忠誠上げれば、忠誠青になればプラス5のね効果が全部発生するんで、そうしたところも狙っていきたい。で武力系となるともう千月千代目ぐらいしかいないかな。VU88、統率76、これも忠誠青なので、この辺りはすでに能力が上がりきっている。では次の月まで進めましょうか。そしてこのタイミングで秋になりました。もう旧部隊扱えるようになったのと、それプラス3人ほどどこかに置いておいたりね、前線に置いて城の守りにね使うとかもできるので、その辺りを狙っていきたい。ご命令を。徳川家が強いという話をしている。これ今川がどう動くか、徳川がどう動くか、そして本家織田家とでも言おうか、織田信長がすでに接しているので、とはいえ向こうからここに来るのはなかなか困難だと思うので、やっては来ないと思う。一方赤いテルコを迎えに行くか、この佐竹が女性武将生まれてるかどうか確認しましょう。人物全然なんだよねこれ。どう考えればいい。人物、赤いテルコのみ。一方今川は女性武将5名いる。あれ、諏訪姫なんで向こういるんだ。あ、これもともと向こうだったのかな。6名なのでこの辺り狙っていきたい。徳川は2名、千姫と徳姫、そして上杉はこれは戦闘員のみといったところです。だがこれを西側に進もうとすると、今度は拠点数多くなったら包囲網を食らう可能性がある。そうなった時に防ぎきれないという可能性があるので、じゃあ西に行くのか、東北行って全部平らげてから戻ってくるのか、その辺りも含めて今後考えていく必要がありそうです。とりあえずこれ全部上げていきましょうか。足らないかなこれ、ひょっとしたら。こんな感じで、これ一人残しておくとまたこの画面に戻ってくれるんで、なんかその辺りは楽でいいね。三条の方、とりあえず全員青にはなった。ではこの状態から果たしていけるのかどうか。今作の包囲網は本当につらいので、そこを防ぎながら領土拡大できるのか、また次回以降ご覧いただけたら幸いです。ではでは。